福島市では春の景色を楽しみながらおよそ10キロのコースを歩く福島歩きメデスが開かれました。今年で30回目を迎えたこのイベントにはおよそ1200人が参加し、ウォーキングを楽しみました。歩くには最高です。風も爽やかで冷たい風がありますので、今日はちょうどやんばいですね。結構大変だったんですけど、まあなんかあんまりこう運動する機会もないから楽しい感じでいいと思います。荒川桜堤河川公園をスタートゴールとするコースの途中では、今日は雲で隠れがちだった吾妻山の雪うさぎも楽しむことができ、参加者たちは思い思いのペースで歩いていました。